はい、お取りオンライン企業コンサルタントの久保田久之です。今日はですね、不安の乗り越え方についてお話ししてみたいと思います。世の中ね、不安だらけですよね。こんな時にどうすればいいの、こんな時に私不安になってしまう。世の中不安が多くて、その不安を煽るね、情報っていうのもすごく多いですよね。そんな時に私たちはですね、どうそういった不安をですね、乗り越えていけばいいのか、逆にそれを知ることによってですね、世の中明るく生きていくことができるのではないでしょうか。今日ですね、その不安の乗り越え方3つお話ししていきたいと思います。まず1つ目ですね、不安をまず受け止めるってことですね。で、不安というものはですね、何も特別なことではなくて、誰にでもあるものなんですよね。誰にでも、どんな時にでもあります。なので、まず悪いことではないです。不安を持つことによって、不安って私だけなのかなですとか、他の人はみんな不安もなく暮らしてるけど、私だけ不安を持ってしまう、私だけ嫌な性格なのかな、私だけダメな人間なのかな、そう思わないでもらいたいということなんですよね。で、不安はどんな時でもあり、それは普通のことです。大事なのは、不安がある、でどうするのっていうところなんですよね。ということで、一つ目はですね、不安を受け止めるっていうことですね。不安があるから自分はダメな人間っていうふうには思わない。不安があることは普通なんだ、みんなそうなんだっていうことをまずを受け止めるっていうことですね。では2つ目ですね、最悪の時の場合を想定するということになります。不安があるっていうことは、うまくいかなかった場合、成功しなかった場合どうするのかって、そこが見えてないから、どん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 不安になっていくわけなんですよね。であれば、最悪の時を事前に想定しておくってことが大事です。例えばですね、起業したいんだけども、何か学ぼうとする時に初期費用がかかってしまう。で、成功しなかったら、その費用が無駄になってしまう。だから、起業をしたくても、なかなかできないんだって方も結構いらっしゃいます。起業して、成功できなかった、目標にですね、収入がいかなかった。こういった場合どうするかっていうところなんですけども、まあ、例えばですね、その場合はまた会社とかに就職するですとか、アルバイトをして資金を貯めるですとか、もしくはですね、諦めずにまた続けてやっていくですとか、いろんな方法があるわけです。で、自分もですね、12年前に起業したんですけども、起業して成功できなかったら、そしたらですね、また就職しようかなとか、アルバイトをしようかなっていうふうにやっぱり思ってました。で、何かですね、人はですね、不安になった時に、最悪の状態って考えたくないんですけども、やっぱりそこはですね、リスク回避として考えておく。考えておくから、それが安心材料になるってこともありますので、そこを恐れずにですね、最悪の時をですね、想定しておくっていうこともですね、一つの手だと思います。はい、3つ目はですね、最終的にどんな未来にしたいのか、不安や不満を言い続ける人生を送り続けたいのか、チャレンジしていく人生を選ぶのか、どちらが後悔しないのか、まあ、そこをですね、選択するっていうことだと思います。自分自身もですね、30代の頃、司法書士というですね、試験をですね、受けておりました。司法書士受験生だったわけなんですね。でもですね、4年ぐらいですか、勉強し続けたんですけども、結局ね、合格できなかったわけです。合格できなかったから今ね、こういったことをやってるんですけれども、当時はですね、会社行きながら、まあ、ダブルスクールという形で、その後学校にも行ってたんですね。で、なかなかそれでも受からなかったので、会社を辞めました。会社を辞めて塾の講師のアルバイトをしながら専門学校も通ってたんですね。で、それでもですね、受からなかったんですよ。で、まあ、費用的にもですね、150万以上はですね、かかっていたと思います。そして何よりもそこに費やした時間ですよね。で、1日やっぱりですね、平日でも6時間から8時間ぐらい。で、休日になりますと11時間、2時間ぐらいはずっと勉強しておりました。結果的には受からなかったんですけども、でも今思うとですね、それは後悔してないんですね。やはりそこのですね、勉強し続けたっていうのが自信にもなっています。逆に言うとですね、それチャレンジしなかったら自分は後悔していたと思うんですよね。なので、最終的にどっちの方が後悔しない人生なのかな、諦めてしまう自分なのかな、失敗してもチャレンジした自分なのか、どっちの方が後悔しないのか、まあ、最終的にはそこだと思います。最後ですね、どちらの選択した方が自分の人生にですね、後悔をしないのか、そこを選ぶことが3つ目だと思っております。今日はですね、不安の乗り越え方3つをお伝えさせていただきました。あなたのビジネスと人生が少しでもプラスになる情報を発信しております。おっとりオンライン企業コンサルタント久保田久之のクーチャンネル、チャンネル登録もお待ちしております。今日もご視聴ありがとうございました。